イーグルプレミアはアメリカンモーターズ社とルノー社の協業により開発された乗用車である。この車は1987年に AMC 社がクライスラー社に買収された後クライスラー社に引き継がれ1988年モデルから1992年モデルとして販売された。イーグルプレミアは1990年から1992年の期間にダッチモナコとして その他の地域では、クライスラプレミアとしても販売された。a m c と1979年以来同社の主要株主であったルノー社は1982年にコードネーム X58 というフルサイズの全輪駆動乗用車の開発を始めた。a m c の車種展開は1930年代以来、伝統的にナッシュと AMC アンバサダーで占められており、 この車は同社が販売するものとしては1974年以来初の大型車であった。プレミア用に全く新規のシャーシを開発するよりも、ルノー25のモノコックを基礎にして新しい車に仕立て上げた。全長、全幅、全高のすべてを引き伸ばすことにより、同時代の他車よりも大きな室内空間を確保していた。外装デザインは AMC 自体のデザイン部門や、 その他のデザイン会社の案を抑えて、ジョルジェット、ジュージアーロの至るデザインのものが採用された。ボディの効力係数は0.31であり、空力を考慮したスタイリングでよく知られる1986年モデルのフォードトーラスより、幾分低い値であった。サスペンションは、前輪が、マクファーソンストラットで、後輪には格輪に2本のトーションバースプリングを備えた、新しいものであった。 スタビライザーバーは前後輪についていた。内装はディックティーグに引きられた AMC の車内デザイナーによる全く新しいもので当時としてはユニークなものであった。空調の調節は通常とは異なる上下方向へ、動くボタンで空調のモードを変更すると一列の光がその状態を表示した。これらのコントロールはすべてステアリングコラム右側のビナクルに集められており、 コラム左側のビナクルにはライトをコントロールするスイッチがまとめられていた。プレミアでは2種類のエンジンが選択でき、ルノー25のフランス製4気筒エンジンの代わりに、最低グレードのプレミア LX は、標準の 2.5LAMC 製4気筒エンジンを搭載していた。電子制御の燃料噴射装置を備えて、最高出力は 4750rpm で111、 hp と 2500rpm で142 lbf ヒートを発生し、ルノー社とフォルクスワーゲン社が共同開発した電子制御4速オートマチックトランスミッションが組み合わされた。LX にはオプションで ES には標準で最高出力が150 hp と171 lbf ヒートを発生するマルチポート燃料噴射装置付き 3.0L の 有名なプジョールノーボルボ,ルボ製 V6 エンジンを搭載していた。メーカーの公式値では60マイルパーアワーまでの加速は4機筒車で11.5秒、6機筒車で10.0秒であった。北米で販売するために AMC と共同開発した他の車と同じように、イーグルプレミアは当初ルノープレミアと呼ばれていた。プレミアは他に4ドアワゴンとルノーアリュールという名称の二。 ドアクーペという3種類のボディ形式を持つシリーズ中で最初の車であったが、クライスラー社が AMC をルノーから買い取った後で、ワゴンとクーペは5足、マニュアルトランスミッション付けで計画されていたプレミア DL と共にキャンセルされた。ルノープレミアは AMC 最後の製品である AMC、イーグル由来の新しい名称のブランドのイーグルプレミアに解消された。 LX の内装は標準で6人乗りであり、前後ともにベンチシートを備え、標準の4足 AT はコラムシフトで操作された。ES は5人乗りで、前席はベンチシートの代わりにバケットシートを備えていた。このバケットシートは LX ではオプションで、フロアシフトは LX でも ES でもオプションであった。1990年に実質的に プレミアのエンジンは乾燥された。すべての電気システムは、オリジナルのレニックスシステムよりも信頼性に富む、クライスラー標準のものに変えられた。外装はわずかに変更された結果、全部フェンダーのデザイン、ジュージアーロのバッジは外された。4気筒エンジン搭載モデルは公式に廃止され、残された V6 エンジンのみが選択できた。ES とは、ボディと同色にされた。 サイドモールなどが異なるリミテッドモデルが追加された。当時、プレミアは、米国市場で購入できる、最もスポーティなセダンのうちの一台とみなされていた。四輪完全独立喧嘩はより、良い乗り心地とハンドリング特性を実現しており、ラックピニオン式の操作機構もこれに、貢献していた。プレミアにおいて達成された技術レベルは、AMC やクライスラー社で生産されたセダンの中で、 最も洗練されたものであったと論じられる。クライスラー社はプレミアを適切な市場に投入せずに、想定した市場を混乱させたという評価が論じられている。ES は、アウディ5000、アキュラレジェンドや、その他の同クラスの輸入車セダンと直接競合する一方で、LX は、フォードトーラスや GM の A、ボディカーと競合する一段下のクラスを目指していた。 プレミアとイーグルメダリオンについて、後のクライスラー社の副社長、ボブラッツは、販売不能と評した。プレミアは、AMC とルノー社の技術の多くを、クライスラー社が買収した後の車にも残した。例えば、1988年モデルの生産分、すべてが AMC 様式の車両識別番号を付けており、生産終了まで使用された多くの部品に、 AMC のロゴが付けられていた。ダッジモナコというバッジを付け替えたモデルの導入は、AMC がルノー社と交えた契約の上降中の5年間に26万機の PRV エンジンを購入するという契約義務に従った結果であった。モナコの販売は惨めなもので、プレミアともども1992年モデルはキャンセルされた。プレミアの販売が振るわなかったのは、 販売を担当していたジープイコールイーグルのディーラーが好調な販売で、より利益率の良いジープ車を売ることに熱心であったことが原因であった。その上、最終的にはジープイコールイーグルとクライスラープリムスという二つのディーラー網は会社の長期の目標としてイーグルブランドを段階的に廃止することをクライスラー社に要求した。1 3 9 5 1台のプレミアとモナコが ブラマリー工場で生産された。クライスラー車は、ルノー社から購入しなかった V6 エンジンの分の違約金を支払ったと報じられた。この車は当時としては、非常に先進的であると考えられる特徴を持っていた。しかし、多くの車が、その販売期間中にこの車の大きな欠陥である、ことが判明した電気系統の問題に悩まされた。様々な機械的な問題、 特に信頼性に欠けるトランスミッションとしばしばオーバーヒートする V6 エンジンも非難された。こういったことにもかかわらず、この車はなおデザインと技術的な特徴という面で先端を言っていると見られていた。新しい高度に先進的な工場がオンタリオ州ブランプトンの既存の AMC 工場近くに建設された。 この思考の技術を注入した工場は1986年に稼働を始め、クライスラー社に利益をもたらした AMC の資産の一つであった。この工場は買収された後に、ブランプトン工場と改名された。ブラマリー工場は、1992年の秋にデビューしたプレミアの後継者のイングルビジョンを含む、クライスラー LH カー用に改装された。プレミアは、 LH プラットフォームの設計上の特徴に多くの影響を与えた。元 AMC 社の生産技術、開発担当の副社長だったフランソワ・キャスタンが1988年にクライスラー社の車両技術担当の副社長になった結果、プレミアが新しい LH カーの出発点となった。キャブフォワードのスタイリングは全く異なっていたが、LH カーのエンジンは プレミアと同様に縦置きエンジン配置をとっており、クライスラー社が製造していた他の全輪駆動車とは似てはいなかった。LH プラットフォームに装着されたトランスミッションの A606 型模様気筒エンジンのプレミアが搭載していた電子制御 AT と設計上は告示していた。プレミアのボディは LH カー試作車の偽装車両に乗せられ、LH カーの走行機構がテストされた。 ありがとうございます。